とね、服飾関係の人知ってると思うけどね、この女性物のね、その服のサイズってね、もうまちまちやからね、そのメーカーによって勝手に決めてもちゃうかいぐらい。だから別のメーカーやったら、例えば L サイズが全然大きさが違うね。男性はそんなことないでしょ。まあ男性が知ってるとアメリカの靴のサイズは日本と全然違う程度でしょ。何号とか言って買い求めへんはずだと思う人はな、背広以外は。背広は勝手に決めてくれはるやろ、お店が。で女子の方はもうバラバラやね、サイズが。で、ところが日本の人はそう、あの、不便やな、統一規格にしろやん。で、グローバル経済招いてんねんな。さっき言ったらあかんねん。グローバル経済しんどい。毎日競争って。寝てる間も攻撃食らうわな、そら地球丸いから。な、闇討ち食らいまくるやろ。グローバル経済のせいやで。地球は丸いから。9やから。夜のとこと昼のとこあるから。しんどいやろ、そんな。休み今あれんやろ。まあ、それと靴のサイズ世界統一しろやとかいう話とな。一緒やで、はっきり言って。女性の服のサイズまちまちやからね、ほんまに。メーカーによって全然違うんだよ。なんか、腹立ってくるよ。サイズがな。冗談でしょ、と思うぐらい違うから。で、まあ、いろんなサイズの種類もあるし、女性の方はね。合数で、行ったらええんかも知らんけど、それ、欧州と日本とアメリカまた違うんでしょ。大変やな。そんなのがええねんけど、ほんと。そういう、発狂主義のが、ほんと良かったからな。統一規格でやるやんな。グローバルで。忙しいんだ。勝っても負けてもいいんだけど、日本。それが一番しんどいちゃうから。